人狼 TLPT の質問ですが、はい、回ごとにいろいろな違いがあるのが人狼 TLPT の醍醐味ですが、うん、メイソンを演じるにあたってこれだけは変えない、ブレないといったものは何かありますか？変えてない、そう、結構当たり前のことになっちゃうけどな。常に面白いことを言おうとしてる。いや、これね、意外とその面白、当たり前って言うけど、うん、そこは結構みんなは詳しく知りたいところなんじゃないですか。そう、だから面白いね、やっぱね、長く出てると、いや、それなんかさ、みんなの批判とかになっちゃうけど、うん、俺はどの瞬間も、うん、どのこいつが何言うとか、うん、どういう展開になるとか、うん、で結果言ったところで面白くないかもしれないんだけど、常に面白いことを言おうとしてる。はいはい。え、面白いことっていうのはその何、笑いだけじゃないよ。笑いだけじゃなくて、うん、笑いだけじゃない、なんて言うんだろうね、そのお客さんがグッと来ると思うこと、うん、注目するポイントというか、これを言ったらなんかいいんじゃないか、うん、いい感じになるとか、まあもちろん笑いもそうだけど、まあそれはまあみんなそうなのかなって思うけど、うん、なかなかでもさ、やっぱね、できないよね、みんな人狼ゲームやってるし、ね、なんかね、すっごい人狼TLPT初期にフミヤさん、うん、マドックが言ってて、すごい自分でも覚えてて意識してることがあって、うん、そのダサい瞬間を作んないのは、うんうん、なるほどなと、なんか当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、まあ確かになというか、どうしてもそのアドリブだし、うん、人狼ゲームのこと考えてるから、なんか それを全部かっこよくしていく、まあフミヤさんが言うところのかっこよくする、うんうん、豊さんが言うところを面白くするってことなんだと思うんですけど、うん、なんか見てられるものにするっていう、ああそうね、うん、それはだからやっぱ見てる人からしたらも、もしかしたらなんか自然と見れてるものなのかもしれないですけど、うん、いろんな意識の上に成り立ってることなんですかね。そう、なんか別に結果面白くなくていいんだけど、うん、面白くしようとすることが俺は大事だと思ってて、ああなるほど、面白くする気あるっていう瞬間あるじゃない、うん、面白く、お客さん見てるよ、大丈夫っていう、ね、長くやってればいろいろありますね。フラッグ3の船長メイソンが戦闘をする際はどんな感じになると思いますか？おー、バトルですね。いや、なんかさ、船長のイメージってさ、なんか行くぞーつって、うん、両脇のやつがビャーって行って、うん、自分はさ、こう構えてるだけでさ、戦国武将のね、そうで、なんかね、攻め込んできたらさ、ドゥンってやるみたいな、はい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 、ドンと構えて行ってだけでドゥンみたいな、うん、まあイメージだけどね、それは、うん、まあ肩書きとしてもね、うん、剣士がいて砲術師がいてみたいな、うん、その戦闘部隊としている人たちもいるから、うん、その前線のイメージはないかもしれないですね。そう、だからそのあ、でもちょっと、うん、なんかやっぱ舞台を見てるとフラッグとかね、はい、いいやつらに見えてると思うし、まあ、そうやってるのはあるんだけど、うん、結局海賊って悪者じゃない、うん、まあそうですね。だから 今思いついたことなんだけど、これは、うんうん、そう言われて、例えば両脇のやつがドゥーンってさ行って、じゃあノエルが敵だとしてボコボコにドゥーンって倒れたりして、はい、その上から海賊、あの船長の俺が、はい、こう見て足で踏みつけて、はい、てめえが攻めてきたから悪いんだからなみたいな、うん、後から倒れてるやつも行きそう、はい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 、船長ダメ押しの、そう、うん、でとどめをなんか刺してみたいな、悪いやつなのかなとは思うけどね、まあ、結局はね、当時の価値観、まあその別に現世の話ではないにせよ、うん、その世界の価値観で言ったらそれがなんか悪逆なのかどうかは分かんないけど、うん、それぐらいのことあるかもしれないですね。まあワンピースで言うとルフィなんか絶対そんなことしないんだけど、うんうん、そのやっぱ悪でいようとは思うかな、一応、はいはいはい、
人狼 TLPT に人霊狂人予言者霊媒師狩人以外の役職を持ち込めるとしたら何にしますか。めちゃくちゃ面白いこれ。めちゃくちゃ面白いね。面白いですね。ニューレギュ。もう恋人。恋人。恋人ってどういう。恋人って例えばみんなねカード配って、うん、恋人のカード2枚入ってるんですけど、うん、俺とじゃあ永石君が恋人を引いたとして、はい、恋人の方は目開けてくださいって言われるんですよ、夜ターンで。こう目開けて、で2人目合わせるんですよ。お互いが恋人も、もちろん人間だっていうことを分かった上でゲームをするんですね。で、どっちかが処刑されたり、どっちかが襲撃されて死んじゃった場合、この人はもう悲しみのあまり死んじゃうっていう後追い自殺をするっていう役職なんですけど、はいはい、これはね、TLPT はめっちゃありだと思います、うん、なんか例えばまあ、例えばだから全然、詳しく、制作しないでほしいんですけど、制作っていうか考えないでほしいんですけど、うん、どっちかが死んで後を自殺するときに、恋人が死んだときだけ夜タイプの前になんか芝居があるみたいな。うん、なるほど。特殊イベントとして。そう、あなたが死んだならもう俺も死ぬ意味ない。そうで、まあ、これがね、難しいのが男同士とかになっちゃったりね。はいはい、女性同士男性同士はもう全然あり得る。あり得るから、うん、ちょっと難しいのもあるんだけどね、うん、あと、たまたまいがみ合ってるキャラクター同士が。そうなんですよ、これ役職に入れちゃうと、うん、アドリブで恋人設定を作れないっていう。そうなんだよねだから恋人じゃない、なんか別の別のね、死ぬ理由を作ってレギュレーションとしては恋人のカードを使ってるっていうことだったらいけるかもしれないね。確かに。そうだ。表向き自己紹介で誰々となんか結婚してるみたいな、うん、やってて。そうだよね。なぜか結婚してんのに、うん、誰かと、うん、メイソンが死んだから死ぬみたいな。新しいわけわかんないドラマ生まれちゃう。お客さんもなんか落ち着いて見れない、うん、残された人もどんな気持ちで議論していいかわかんないですよね、うん、でも確かにそのレギュレーションとか、うん、ドラマの展開としては面白いですね。恋人のカードが入って。だからそう、完全にあれだな、コメディの、うん、TLPT の演目でしかやれないかな、うん、そう、だから桜さんも、うん、まあ、新しい役職、いや、むずいから入れないんだけど、やっぱ、うん、こういう、うん、いざ、わけわかんないことが起こるから、はい、もう、これはコメディですよって銘打ってやる公演だったらいいのかもしれないね。確かに、うん、お前ら、で、あれなんで別に何の関係もないメイソが死んであなたが死ぬのみたいな、うん、それをさ、自分でアドリブでね、なんとか、うん、僕らも嘘でしょみたいなまあ、わかりやすいのが、あとハンターとかかな。ハンターというのは、自分が死んじゃった時に、うん、自分は銃を隠し持ってるんですけど、うん、自分が死ぬなら誰かを道連れにしてやるっつってドーンって言って、この人も死んじゃうみたいな、うん、役職があるんですけど、まあ、そういうのかな。でも、なんかね、実現の方法ありそうですよね、うん、特殊公演とかで、うん、今まであったの。まあ、人狼 TLPT のその公演ではないかも。そうだ、イベントとかではなんかあったかもしれないですね、うん、やってみたいですね。やってみたいよね、うん、人狼 TLPT の過去公演で最も演じるのが難しかったメイソンはどのメイソンですか？たまにね、自分でやろうとしたキャラで、うん、これ全然できねえや、全然ジロゲームはできないし、うん、このキャラむずすぎるっていうのはたまにある、うん、それがなんだかちょっと覚えてないんだけど、はい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 、でもね、一切喋れなかったやつは別にやりづらさはなかったんだよね。そのこのなんだっけ、フリップじゃなくて、フリップか。フリップ、はい。持ってって、書いて、出してみたいな。おもろ。筆談みたいな。はいはいはい。あれとかは別にやりづらなかったんだけど、なんか、なんだろうな、例えば、口癖があるとか、うん、こう言われたときに、こう返さなきゃいけないキャラとか、まあ、ちょっとよくわかんないんだけど、うん、なんかね、やりづらいときはあるよ。なるほど、うん、何にも喋れなかったりとかねあれ思ってた、うん、あれと違うなみたいなのはある。だから
なんて言ったろう、自分が固定のキャラ、例えば、はい、船長のメイソンとかは、うん、でやりづらかったことはない。自分で選んだキャラでやりづらかったことはある。なるほどね、うん、いつもいろんなキャラクターで楽しませてくれていますが、うん、どのタイミングで思いついてるのですか？他の方とは打ち合わせなしでしょうか？うん、打ち合わせはとりあえずない。ないね、うんうん、恐ろしいぐらいないです本当に、うん、どのタイミングかは、まあ普段こういう時から別に考えてて、うん、あ、なんか面白いなこれとかあったらメモったりしてるし、うん、そういう意味では自己紹介自分に回ってくるまで考えてる。ギリギリまで。ギリギリまで。じゃあもう急に路線変更頭の中でする時もある。あるある。もうそれまでのさ、あの人たちとか、オープニングっていうかその自己紹介で流れがあるじゃない、はい、で自分のしようと思ってたことがあんまりそれにそぐわなかったりすると、うん、決め打ちでやっちゃうとちょっと変な感じになるから、はい、あ、このキャラでやろうと思ってたけどちょっと流れを見て変えること、うん、直前で変えることもあるかな。例えば、村公園だけど、うん、内栗さんがセンターとかやった時は、はい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 、もう完全にその流れだから自分のやろうと思ってたキャラは捨ててそれに乗っかるとか、内栗さんが全員に振ったネタがあるからそれに乗っ取ってやるみたいな、そうとかかな。まあどのタイミングで思いつくかとかは、本当公演前、30分前とか1時間前とか、まあ、空き時間があるわけじゃない。その時になんかいろんな動画とか、いやそうなの、見てんすよ。そうなんかみんながあんまいないとこでイヤホンして YouTube とかめっちゃ見てる時、今日のネタ仕込んでんだなと思って、そうだからそれ後の本番で、あ、これの動画見てたんだねめっちゃあるんですよ。そうね、うん、マジでおもろいよねこれまでに持ち込んだ小道具の中でもクリティカルヒットしたなと思ってるものは何ですか？私の中では、ポケモンボールと流れ弾がヒットしています。あれすごいのよ。ポケモンみたいなキャラだったのかな多分。うん、で最後に小道具をね、エンディングで俺は持ってくるんだけど、はい、その小道具はあの舞台監督の横尾さんが急に作ってくれた。なんかあったかも。 そのポケモンネタをやったら、うん、ボールを作ってくれた。そう、はい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 、はいはい、俺が作ったわけでもなく頼んだわけでもないんだけど、うん、その多分流れとかを見てなんかこれメソンこれみたいな、うん、渡してくれて、おい、ありがとうございます。そうだったな、その時は。はい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 、はい、だから自分基本的に自分で小道具をめっちゃ、家から用意してくるとか、うん、どこ買いに行ったりとかあんましないんだけど、うんうんうん、本当にあったものを使うって感じ。だから結構楽屋でうろうろして、はい、いろいろ探してる時はある。長ネギは？長ネギはね、さすがに買ってきた。これ何ですか、長ネギって。え、知らん？あの有名な長ネギマン。え、俺覚えてないだけかもなんだ長ネギって。長ネギは、うん、あの長ネギをね、うん、長いやつをこう半分切ってここに乗せて、うん、長ネギマンなんだけど、うん、ネギネギって言って長ネギ、長ネギマンだっていうキャラをやったのよ。はい、それで最後、確かね、それね、能力者かなんかで、はい、だから割と信じられて襲撃されて死んでって、うん、でネギをこう舞台上に置いてったそれを、はい、マドクとかドリスが最後エンディングで、うん、まあ、それ勝ったからね、はい、俺を信じて勝ってくれて、うん、長ネギをかじって安定するっていう客席もめっちゃネギ臭かったんですよ。やば、次の、あの生だからさ、はい、次の日とか、うん、マドクとかドリスとかもう口がもう辛くてしょうがなかった。確かに生の長ネギをね、胃もちょっともたれるし多分ですが、うん、メイソンさんから見て TLPT メンバーまたは TLPT 以外でこの人はすごいと思う方を、教えてください。長しくはね、あんまピンとこないかもしれないけど、はい、すごいのよ、やつ。あの僕はすごく好きなキャストの一人ですね。俺は TLPT では一回も評価したことない。違った、違いましたね。